広島という名前の椅子を作って、まあ、それ自体は予想を超えて世界の人に受け入れられたと思う。人間が木製の無垢を使うってこと自体はやっぱ特別な感覚があるんですよね。広島という一つの生まれたビジュアル言語を使ってスタッキングチェアを作りましょうと。広島自体はポツンと置かれているその佇まいがすごく美しいと思うんですよね。スタッキングチェアの場合は使命が全然違うんですよ。環境にばらまかれるような多量に使われるイメージの中でデザインしなきゃいけない。スツールの場合は座につながった背なのでソリッド感を強調するために本当に塊の木を彫刻的に削り出したようなものを足の上に乗せましょうというコンセプトは浮かびました。切削の力であったり、それを仕上げていく人たちの手の加工精度だったり、木の塊が持っている魅力を引き出せる技術力っていうのは必然的に丸二を表現していると思うんですよ。丸二から生み出される製品はその魅力を持ってなきゃいけないと。彼は自分の中の強い意志として特別な普通を作り出そうとしていると思うんですよね。周辺とそこにあるオブジェクトがどう調和しているか、で僕もデザイナーとしてそういうことを感じ取って線を割り出している。それが結果として生活に定着していく可能性を秘めていると思う。